こんにちは、ライトワークエヴァンジェリストのヒロです。今日はですね、前回僕があの、天使のポスターシートで、大天使ミカエルと非常に関わりが強い、同じ宇宙のソウルグループで、サポート仕事をしている存在であるということをお伝えしたんですけど、でですね、ちょっと大天使ミカエルのことをお伝えすると同時に、大天使ミカエルにあのお願いをするサポート、サポートじゃない、ワークですね。ワークをちょっとご紹介したいなと思います。で、大天使ミカエルっていうのは、世界で最も有名な天使なんですけれど、その意味が神に似たものっていう意味とか、あと神の戦士っていう意味があるんですね。で、戦士って言ってもですね、その戦いばっかしてるようなっていう意味じゃなくてですね、その人類のサポートをしてますので、人類がこう、霊的な成長を地球でできるようにサポートをしていて、でその妨げとなるような低次元の存在とか低波動のものから守ってくれたりとかするっていうような存在だったりするんですね。あとはすごくミカエルに対して感じるのはなんかすごい意志っていうか、もうなんか明確な意志を持って何かをやっていくみたいな感じなんですね。夢だったり目的だったり目標だったりとかあったら、それを実現するみたいな、達成するじゃないけれど、そこに向かう時の声はっていうですね、まっすぐな意志のような、ぶれないっていう感じですね。だから人をなんかぶれずにそこに進めるように導いてくれるっていうようなところがあったりするんですよね。そのですね、そういうミカエルがやってくれるようなことの一つっていうので、今日はエーテルコードのカットっていうのをやりたいと思います。エーテルコードって何かなっていうところなんですけど、まず僕らの体の周りはこう、5から10センチぐらいとかでエーテル体っていうオーラが存在するんですね。オーラ体ですね。でこれ実は肉体の設計図になっていて、ここの情報をもとに僕たちの3次元の体っていうのが、3D プリンターで作るような感じですよね。で、物質化されるっていうので、そういうオーラ体のことをエーテル体って呼んでます。でここにですね、たくさんのエネルギーのコードがいっぱいついているという感じで、これをエーテルコードと言います。ね、このエーテルコードっていうので、なんかエネルギーとかの、感情とかもそうなんですけど、そのやり取りをしているんですね、僕らは。で、その例えば家族とかパートナーとか、そういう、あと友人とかですね、そういうような大切な人とかには強いエーテルコードにつながっています。でそこから愛情とか感謝とか友情とか、いろんな素晴らしいエネルギーっていうのを送り合ってたりするんですね。で一方ネガティブな行動っていうのも存在します。でこれは行動を通してネガティブな感情とか、サイキックアタックなんて言われ方もするんですけど、そういうネガティブなエネルギーを送ったりとか、あと他人からエネルギー奪ったりとかですね、エナジーバンパンパリアって言われる、つまりエーテル行動を通して他人からエネルギー奪ってるような人のことを言いますね。でそういうですね、ネガティブな行動も存在します。でこれ大切な人の間にも存在もちろんしますね。愛が強いっていうことは、この二元性のある地球っていう関係では反対のものも生まれるんです。光があるところに影が生まれるような感じなんですね。ですから愛情が強いからこそ束縛も強くなったりとか、愛しているからこそ憎しみが生まれたりとかっていうこともするので、そういう反対のものも生まれるので、もう家族の愛とかそういう大切な人との間にあるようなこういうネガティブな行動をカットしていった方がいい。で、日常生活を送っているとですね、簡単にエーテルコードってどんどんつながっていくんですよ。普通に生活していて、ちょっとなんか、街歩いてて肩がちょっとどんどんぶつかったりとかしただけでチッってなったりすると、その人との間にネガティブな行動つながります。職場でもつながるし、電車乗ってる間とかでも何かしてたら日常的につながりますし、あとは普通にインターネットとか見ててもつながるしとか、僕もこうやって今動画をこうやってですね流してるので、こうブログだとか動画だとかでいろいろ発信してるような人っていうのは、他人からもすごいコードをつなげられるので、いいコードだったらいいんですけど、やっぱ悪意のあるコードっていうのも当然つながれるんですね。特に芸能人とかとても大変だったりしますよね。で逆に言ったら、この歌手の人だったりとかスポーツ選手みたいな人とかっていうのは、たくさんの人からこの声援っていうのをエネルギーで送られる感じになるんですよ。だからこそ活躍できるっていう場合もあったりします。で今日はですね、そのネガティブな行動っていうのを、人間関係に関してですね、取るっていうワークを大天使ミカエルにやってもらうということをしたいと思います。
ですね。まあ、大天使ミカエルは神の戦士なので、まあ、本当に、ね、天使ってね、あの非物質次元にいて肉体なんて持ったことないから、なんかその翼があるからとか本当意味ないんですよ。あれはただ単に僕らが、地球人が理解しやすいように翼のある姿とか人間っぽい姿でできてくれるだけであって、別に本体は天使がそんなものは存在しないんですよ。ただ、まあ、あるとして、まあ、ミカエルは神の戦士なんで剣を持っていると。でこれは聖なる剣で、この剣を使ってミカエルはその不要なエネルギーの行動をカットしてくれるっていうようなことなんですね。僕もこのちょっとミカエルの剣を借りて、ここで一緒にカットのジェスチャーをやろうと思ってますので、ね、はい。じゃあですね、まずちょっとミカエルの剣を借りますね。これもエネルギーでできたコードなんで、あ、コードの剣なので、まあ、剣だったり別にナイフにしても、斧にしても何でもいいんですけれど、もう何の形にもできるんですよね。はい。じゃあですね、次のような依頼をしてほしいんです。まず、自分の周りにはこのエーテル体のところにいっぱい不要なコードがつながっているんだと思ってください。で、これを見よう、ミカエルに依頼をするとカットしてくれるということです。はい。じゃあ僕が言う言葉を、心の中で復唱する感じでつぶやいてください。大天使ミカエルよ、私と他人との間でつながってしまっている不要なエネルギーのコードをすべてカットしてください。ミカエルによってエーテルコードがカットされたら、それが遠ざかっていくという感じで、ちょっとこう光りながら消えていったりとか、光に返すっていうんですけど、あるいはこう消えてしまう、透明になって消えてしまうような感じでイメージをしていってください。で、OK だったら、はい、今ちょっと、今自分がどう感じているかっていうことをですね、ちょっと変えてみてください。で、さっきと比べて、まあ、ワークやる前と、やった後で、どう感覚変わったかな、みたいなことですね。なんか明るくなった感じがするとか、ね、もちろん、この、感じないって人もいるんですけれど、もう感じなかったとしても、そもそも天使とかって存在は波動が非常に高いので、感じにくいんですよ。そこら辺の神社の神様とかと比べて圧倒的に波動が高いので、波動が高い存在ほども振動数が高いとですね、感じにくくなるっていうのがこのスピリチュアルというかエネルギーの世界なんですよ。こうなんか逆にこうですね、波動振動数低い3次元に近いエネルギーほど波動が荒いので結構感じやすかったりするんですよね。だからそれだけですね、大天使ミカエルのような非常に波動の高い存在って感じにくいので、感じられないって人も結構いると思うんです。ただ感じられなかったとしても、天使っていうのは必ず呼べば来てくれるんですね。で、サポートしてくれるんです。同時多発的に天使ってどこにでも行けるんで、僕がやっててもあなたのところでもやってくれてるんですよ。本当に。まあ、そもそもなんでかっていうと、天使って僕たちのように肉体を持ってなくて、ことして存在してないっていう感じなんですよ。もっととかで、イメージ的な集合意識体のような感じであるので、で、どこへでも、で、その高い次元っていうのは時空っていうのが関係ないので、同時でどこにでも行けるんですね。でサポートしてくれる。で僕もつまりその大天使ミカエルっていう存在の集合意識体みたいなものの中の一部のエネルギーが、まあ、肉体化しているようなのが僕であったりするっていうことなんですよね。でそういう意味で僕天使の、エネルギーを持っているというか魂を持っているっていうのは、で、まあ、ミカエルと同じソウルグループっていうのは、まあ、そういうことなんですよ。まあ、なんでですね、こんな感じで、大天使ミカエルっていうのは常にサポートをしてくれている存在ですので、で僕もこれはちょっと毎日やってます。でやっぱ、すぐにつながってしまうので、もう、できれば毎日やってもらった方がいいかなと思います。そうするとスッキリするので、スッキリした状態で、やっぱりいい波動の状態とか、いい感情の状態で、日頃から生活していく、生きていくってことが、いい人生作りますので、そう、何かいいことがあったから幸せじゃなになるんじゃないですよ。実は自分がこう笑顔でいい状態でいるからいいことって起こってくるんですよね。反対逆なので、まあ、常に自分をいい状態に保つっていうこと、まあ、そういうことを天使たちはサポートしてくれてますので、ぜひ自分の中でもやってみてください。はい、今日はどうも視聴いただきましてありがとうございました。
今後もですね、こういった動画でですね、ワークだったりヒーリング、あるいはいろいろですね、あまり他の方が語っていないような情報とかっていうのもお伝えしていきたいと思いますので、よかったらこの下あたりでチャンネル登録してもらったり、いいねを押してもらえると嬉しいです。ありがとうございました。